飲み足り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 ないと、さあ今夜も笑いよう、飲み足りないとです。皆さんこんばんは、まさよです。皆さんこんばんは、阿部寛です。お久しぶりです。東大行かないよ誰も。東大行け。行かない行かない。やってみたかったんですこれ。はい、ということでね、久々の収録ですけど。そうっすね、はい、つぶりか。ね、まともな収録、うん、まともな収録ね。あとはね、やりますか、いつもの、この番組は前とまさよが30分間お酒を飲みながら自由に喋る番組です。はい、ありがとうございます。じゃんじゃん。まあ今回はちゃんとセットしてあるから30分、うん、はい、お願いします。いつも忘れてるから。あの、そうそう、でさ、前回さ、おめっちゃ言ってたじゃん、うん、あの、ね、本当に阿蘇くんが出てくれた時にゲスト会でしたよ。あのほぼ使えないあのヒットやつ、ヒットだった、ね、ヒットだった。もううるせえしさ、もうね、うん、ねえ、編集しながら「いやー」っつって「これ出すのやめようかな」みたいな感じでさ、ずっと後半ずっと叫んでた「あー」っつってね、「すいませんでした」ある時はね。ということで、そこでね、俺が記憶がないうちに名前を出して、うん、あの、うん、何とかかんとかず出やしねみたいな、あの、ことを言ったのを本人が気づいて連絡してきたので、はい、はい、今回来てもらいました。はい。というわけで、ゲストこの方です。どうぞ。ズドド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 バリーン。いよーん、来たわよ、ナルットパペットモンスターズのコロチマルよ。ということで、今回のゲスト、ナルトパペットモンスターズさんね。お願いよ。ずっとこうだからね、本当、裏でも。すごいわ、もう、まあまあまあ、ちょっとね、別の名前では、よく絡んでたんだけども、あの、このモアイとして絡むのって、ほぼ初めてなんですよね。そうなのよ。そ、あ、ちょっと、どうしてもそっちの。なんか、そっちになってるよ。こういうのが出てくんだよね、なんかね。できてるわねー。ということで、ナルトパペットはね、あの、ラジオトークをね、やってて、うん、で、あと、なんか、あの、ボイポコとかね、なんか、いろいろとやってるんだよね。うん。で、あの、R1 とかにも出たりとかね、なんかしたりとかしてる。ね、そうね。うん。ネタが見たいときは、あの、YouTube 貼っとくから、あの、そちら見てください。あ、ありがとうね。まあ、そんなに拡散力ないけどね。大丈夫よ。うん。宣伝してください。お願いします。というわけで、あの、はい、そう。その前に、そうだ、忘れてた。忘れてるね。忘れてたね。また忘れてたね。はい。これ一応飲み足りないとなんで、あの、乾杯をしますのでね。乾杯しましょう。一応、一人飲めない人がいますけどもね。ね、ゲストは飲めないということだ。いい？いいかしら？大丈夫。ダメだ、出てくんな。行くぜ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 。おい、タカ、行くぜ。フル、モノマネがフル。行きます。はい、乾杯。乾杯。乾杯。吹きそうになるから。何の音？ハーモニカよ。ハーモニカでしょ。いろいろ用したね、いろいろ用したね、本当ね。小道具がすごいな。ね、うちに小道具なんか何もないからね、本当ね。何にもないよ。何にもないよ、本当。後から足すんだから全部。うん。作り叩いたりとかしかしないんだから。そうだ。だだだだ。うらあ、このやらつ。いや、それは酔った時だけ。ああ、そっか。怖いよね。いや、だから反省して今日はこれが一杯目ですから、私ね。ね、はい。ね。すいません、あの、まだ中身が出てないんですよ、私ら。あの、そうそうですね。うん。ナルトパペットモンスターズだけど、じゃあメンバー呼んでもいいかしらね。じゃあメンバー紹介、ね、お願いします。実際に呼んでみた。フカヒレコちゃんや、どうもよろしくね、モアイちゃん。今日はお酒飲んで妄想しちゃダメよ。なんてこと言うのよ。
まだ言ったでしょうよ。どうも、中身でーす。中身でーす。こう見えて、静岡県民でーす。お願いします。お願いします。お願いよーん。あれ、なんか、もう一人ぐらいいなかったっけ。もう一人ですか。うん、なんかいなかったっけ。ひでこちゃんと、コロチマルと。以上。あともう一匹いますね。いたよね、確か。今日も、ペンキングや、ペンプキン、ペンプキン、ペンプキン、レッツゴー。そう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 。覚えてるじゃないですか。生まれたてのペンギンちゃんですね。そうだ、そうそうそう。呼ばれるとは。いや、だあの編集、なんか伝説でね、あの、お前の編集すげえ大変だったって、なんかすごい言ってきたもんだから、私に。うん、めんどくさい。マックがね、すげえめんどくさかったって言ってた。なんか分身体、来ましたよ、来ましたよ、分身体の方の。分身体。びっくりしました。まあまあまあ、自分で勝手にやったんだけどね、あれね。ちょっと、すいません、もあいさんにちょっとクレームがあって、何さっき冒頭で話したじゃないですか。はいはい。そうですね、飲み足りないと、エピソード42で、はい、3分29秒あたりのところで、僕の名前出してましたね。何のことやら編集しても、ナルッとバゲットモンスターズの図が聞こえるんですよ。いやー、まさか気づくとは思わなかったね。もう、ズって入ってたから、で、たくさん配信者いる中で、ズって名前がいる人って、私らしかいないよね。そういないよね。そうだね、いないね。ちょっと、怒ってるんで、ちょっと、怒ってるし悲しいんで、ちょっと、一発ギャグやってもいいですか。どうぞ。僕やね。いや、本当に、モアイさんに名前呼ばれて、悲しい悲しいオロナミンシーはお飲み物大塚製薬じゃないんだからパッパッパッポキーパッパッパッポキーレッツゴーここでもやるんだね。あれはね。一応パンパンパンプキンまでがワンセット。セットだね。そう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 。これがね、何回か聞くうちにね、ハマっていくんだよね。なんかね。ハマってほしいわねーって、落とし穴じゃないんだから。パッパッパンプキン、パッパッパンプキン、レッツゴー。連続するわね、あんた。あれちょっとダメだな。なんか今日出てくるわ。あ、出てくる。分身体が。出てくんなぁ、あいつ、邪魔くせぇわ。邪魔くせぇわ、今日に限っては。今日飲み足りないですよね。飲み足りないです。飲み足りないです。はい。スナックマッコじゃありませんから、ね。スナックマッコじゃないですから。あとこれ収録ですからね。ちょっと飲みが足りないようなんでね。ちょっともう一杯いただこうかな。じゃあ飲むわね、私も。吹いちゃったよ。なんでそれが出てくるんだよ。腰な、何を飲んでるのよ。ハーモニカ飲んでんの？ハーモニカ飲んじゃった？いやー、雰囲気を飲んでますね。雰囲気を。はい、あ、そうだ。僕怒ってるもんで、ひでこちゃんと僕怒ってるんですよ。はい。うん。ちょっと怒ってもいいですか？どうぞ。怒るやん。怒るよ。怒って。おい。おい。おい、あ、おい、あいつもこいつもあの席よ。ただ一つ狙ってないんだから。パッパッパッポキー、パッパッパッポキー、レッツゴー。それだったか。あ、すいません、ちょっと、なんだっけ、あの曲出ちゃいましたね。あ、なんだっけな、あ、アンダーファイブだ。フィンガーファイブよ。アンダーファイブって、クレヨンしんちゃんじゃないんだから。パッパッパンプキン、パッパッパンプキン、レッツゴー。単独ライブじゃないんだから、あれ。単独ライブ、ないんだから。
どうしよう、今回はあのいつナルパペショーにしとく今回やれるでしょうね、30分で、うん、楽だもんね、これは楽だ。いや今回、うん、せっかくのコラボということで一応余興芸でも結構持ってきたんですよ、うん、滑らない話とか。おお、はい、滑らない話、滑らない話、滑らない話も、はい、持ってきました。あ、じゃあ滑らない話をぜひあお願いしていいですか。あ、いいわよ。滑らない話なんですけど、はい、タイムリーな話で、はい、5月の7日にTBS ラジオでノート王っていうのがありまして、うん、まあ、それがなんか58秒間でインパクト残せる音源を言いなさいというもので送ったんですよ、うんうん、それで送って選ばれたんですけど、うん、自分、まあ、メールで送ったんですけど、うん、ラジオネーム入れ忘れて本名名義の方で送ってしまって、え、でそれでどうせ受かんないだろうなと思って訂正せずに運営さんに言わずに行ったら、うん、本名とともに音源が流れちゃいました。今、松本さんどうでした今の。いやー滑らんねはい、続きがあって、あ、ごちそう、続きがあるのかこの音源流しても大丈夫でしょうか。ああ、いいよ、どうぞ。はい、じゃあ流しますね、ちょっとすいません。逆に。実際に流してみた。よしと。全国に流れましたって放送自己紹介じゃないんだから。パオパオパオポキーパオパオパオポキーレッツゴー。ま、松本さん今のはいや、どこまでがもうネタでどこまでがもうなんだかわからなくなりましたけど。じゃあわからない話という、わからない話で、さらに続きがありまして。あるんかい、まだあるんかい、あるんかい、はい、一応あの A グループ B グループで分けたんですよ、はいはい、高校で。でこの音源 B グループで審査員票同票まで行って、うん、それで割れたんですよ。じゃあどうしようかなって思った時に、うん、審査員の一人が、うん、これコンプライアンス引っかかってんなって言われました。一切下ネタとか暴言とか入ってないのに、コンプライアンス違反で負けました。負けた理由が TikTok に行ってくださいっていう理由だそうです。TikTok もやってます。終わりでーす。滑らない話というか、うん、なんて言うんでしょうね、最後、うん、最後にパンプキンが欲しい話ですかね。いやでも、うん、あれあれ、うん、初めてその今までお笑いのレースが行ったんですけど初戦で敗退してて、うん、で今回初めて通ったんですよ、うん、お笑いのレースじゃないですけど、ちょ嬉しいもんで本当に喜びる喜びる、でもお酒飲めないから
子供の飲み物で乾杯。サントリーじゃないんだから。パッパッパッポキー、パッパッパッポキー。レッツゴー。ありがとうね。そらそらラインも鳴るわ。ピニョットかピコだかわからなかったけどね。今ねピニョットピコがもう交互にカーンってきた。ピコだろうなんじゃないんだから。パッパッパッポキー、パッパッパッポキー、レッツゴー。もうあのこれナルパクショーやね今回ね。ナルパクショーだね。いや嬉しいわね。いやでもね、そのギャグを連発するそのね、あのナルパベだけじゃなくてちょっとトークでね、ちょっとトークでね、うん、と思いますけどもね。はいはい。うん。あ楽しみね。まあ本当あと100体ぐらいいたんですけどね。そんなにいるの？いるね。いるの？そう、あのあなた、あのナルパペショー15分ぐらい今やってる。いやまだ編集に時間かかっちゃうわね。いやいや別にいいんだけど、いいんだけども、まああの伸び足りないとはあれほど時間かけないからね。まあまあ、ということでね、今回はちょっと、ちょっと、ナルパペショーになっちゃうんで、トークテーマガチャを用意してますので、ちょっと、無理やりですけど、持ってきますね。飲みたくないの楽しみね。でも、その前にもう一杯飲む。飲むわよ。それではですね、じゃあ、どうしよう、ゲストに選んでもらおうかな。ゲストにね。はい。カテゴリーがね、ランダム、恋愛、面白、悩み相談、真面目、仕事。ってのがあるんですけど。はい。どれにしましょう。どうしようかな。じゃあ僕は仕事がいいな。ひでこちゃんは面白がいいわ。じゃあこの手もあるわ。じゃあ悩み事がいいわ。って、別れちゃってるわね。じゃあランダムにします。じゃあランダムで行くわよ。いや、行きますよ。出てくる。行くわよ。行くわよ。これはなんだこれは。よくわからないものがあるぞ。ですね。これ、面白だよな。これ、面白カテゴリーでなんか出てきたんですけど、最近何で笑いましたかって、さっき。私だよ、私ら。さっきさっき。さっきなの中身でーすって笑った。うん、最近でしょ最近。一番最初に。今でしょ今で。今で。最後のオチはね、ナルパペさんに残しておいていただいて。ね。ね。じゃあ、とっても面白いオチ用意してあるぜ。あんだけはね。この自信は見習わないとね。ね、そうだね。俺二人全く自信が、自信が。いやー、これは、飲み足りないとじゃなくて、見習わないと。不安だわ、これ。うるせえよ。じゃあ、最後のすごい面白いお茶をお願いします。最近何で笑いましたか？最近、そうですね。マッコさん、マーエさんが、お酒で、酔って、知らない人の家に泊まってたことに笑いました。何それ？それ、俺話さなきゃいけないじゃないですか。何それ？いや、これね、マサイ君にも喋ったことあるけど、酔っ払って、いろいろとやらかしてるじゃないですか。まあ、最近外で飲まないですけど、ほら、ファミリーマートの駐車場で寝たりとかさ、トイレで寝たりとか、セブンイレブンのトイレで寝たりとか。で、その最高峰が、起きたら知らないおじさんの家に、起きたら知らない天井があって、何土壁だなんだこれつって、で、なんか外からおじさん帰ってきて、何ですかって。いや俺が言ったの、俺が、ね。乙女。何ですか？かわいいわね。お尻痛くない？何？お尻？何？
何ですか？いや、お前が家に連れてけって俺に抱きついて話さないから地上やでいろいろ買うからっつって勝手になんかビール10本ぐらい買って、うん、来たんじゃんうちにで寝る前に5時に起きるから朝飯買ってこいっつって言って今買ってきたんだっつってはいすいませんって申し訳ございません相当やばいよもう そんなんなったらやったらしいんだよほんとよく覚えてたなその話本当にほどオチがモアイさんがモテたじゃないいやこれはもうスタンド FM かなんかでした話だもんだってこれ本当になこれでも飲み足りないともすげえ前にやってるこれ多分ね、うんうん、飲み足りないとか飲み会か忘れたけどね、まあ、聞いたっけ俺その話多分言ったと思うんだけどすげえ前よこれ、うん、あのいや分かんないツイキャスかもしんないけどなんか、うん、多分知ってるとは思うんだよね、うん、でもすっげえ前この話だってこれ20代の時だもんこれ20代でそれはもう本当に危ないって20代だもん一番外で飲んでたのだって、うん、いっぱいいるよなんかあの スナックに初めて行ったスナックに俺名義のあのボトルがあったりとかで2軒目にもあったっていう話をしたけどね、うん、それは覚えてる、うん、それは覚えてるそうそうあなんか電話が知らない人からあってさあ萌えさんさあの高いお酒入れてくれたのありがたいんだけどこれ半年でダメになっちゃうんだけどどうするって電話があって普通の人はいいですよ飲んでくださいって言うのしあじゃあ飲み行きますって言ってさもったいねえからもったいねえから森伊蔵立てだってもったいねえじゃんだって俺の話はいいんだよそんなもんはいじゃあ、うん、はい あともう一個あったあんのおうおうおう最近笑った話ですよねはい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 最近笑った話は、はい鳩に興奮するボビーオルゴンだな。放送事故よこれ。いや、俺は何回も聞いてるけどね。まあどこかにマッコっていう人のYouTube にその音声残ってます多分。俺も一緒にやったのが「うるるるるる」とかやったのが残ってるのって泥酔しましたから私ねえじゃあちょっともう一個だけいきましょうかもう一個だけもう一回し一回ししましょうあったやったじゃあじゃあランダムでね行くよもうこれは俺がしたくないから飛ばすあ汚ね汚ねえぞえみんなしたいみんなしたいいやだってわかんないもん何最後の恋人と知り合ったきっかけってしたいこれあ飛ばそう飛ばそうこれは面白くなる気がしない、うん、すいませんはい、僕彼女いいないいんだからパッパッパッピーパッパッパッピーレッツゴーしてまそうしてまそうはいこれあ次どうぞ次どうぞじゃあ次行こうかなんであんたが仕切んだよ中身がいやあなんか悩み相談出てきた悩み相談ここに悩み相談これがここにし知らんがなっていう話なんだけどさ、ほんとくだらないので出たんだけど、寝ようと思ったら鏡元にさてどうする大喜利みたいな悩みそうだ寝ようと思ったら鏡元にだから寝ようと思ったらうーんみたいなあれでしょああなるほど、うん、どうするアースノーマットたけばそうじゃなくて、いや冷たいから、冷たいから。カトル戦後のだけはいいじゃん。
違うか。あ、寝ようと思ったら鏡の中にですか。いや、違う違う、鏡の中に。怖えよ。魔法少女じゃないんだから。魔法少女じゃないんだから。パッパッパブキー、パッパッパブキー、レッツゴー。やりたくなっちゃった。きっかけを与えてしまった。ついついやりたくなっちゃった。これ悩み相談じゃないよね、これだってさ。これ。で、どうすんの。だから、アースノーマットですよ。蚊帳を買え、蚊帳を。蚊帳を買っとけ。なんだこれ。今回ハズレが出たね、今回。ハズレだね。うん、あの鏡の中に入ればいいんじゃない？鏡の中にね、入っとけ、入っとけバカ、バカ。もうめんどくさい時はこれで終わらすっていう。自分、うんうん、寝るときに、うんうん、あれちょっと寝ようかなと思ったんですよ。ね、そうしたら。あれ鏡見たら、あれなんか、お化けがいる、やばい、怖い、なにこれ、見たことがないと思ったら、自分がいつも被っている、かぼちゃの仮面でした。かぼちゃを、かぼっちゃった。パーパーパープキー、パーパーパープキー、レッツゴー。そんな堂々とダジャレ言う人を初めて。飲みたくないのすごいですね。素晴らしい。よん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 。ありますね。嬉しいよね。その自信が必要ですね。本当でね、このキャラじゃないと許されないやつだよ。そうですね。もうね、このコンビはね、ほんとね、あのね、自信がないから、ほんとどうするもあいつさん。え ?2023 年後半、うん、俺らもなんか被るかぼちゃのやつ被ろうか。被ろうか。ねうん、俺スイカかぶっとく、スイカ。俺あのタラコかぶっとく。タラコやること一つだと思うんだけども。ギズルミじゃないんだから。タラコになるよ。ああ、そっか、あいつらギズルミつんだった。どうする、あと3分ですけど。ね、3分か。じゃあちょっと積むんですけど、はい、じゃあ余興持ってきまして、余興というか。余興。あ、じゃあ最後じゃあナルトパペットショーでお願いします。はい。はい、じゃああれやりましょう。はい、じゃあまず10秒で5個声真似します。はい。あります。せーの。実際にやってみた。藤くん、君は本当に卑怯な人間だね。それないよ、長澤くん。エルモだよ。さてっち、後半やつだか。8秒68ですね。シュールだね。最後に秒数言うのがいいね。8秒68ですね。冷静な声で言う。はい。あ、次は。うん、まだ時間あるから5秒で5個声真似します。はい、お願いします。実際にやってみた。サスケくん、しんちゃん、3秒78。できてるけど何のモノマネかわかんないんだから、ないないないんだから。パッパッパープキー、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 ありがとうね。もう大暴れですね。しまったよね、うん、暴走しまくりよ。いや、今回本当異色の回よ、本当に。ね、楽しかったね。まあまあまあ終わりなのでね、あのちょっとそうだったね、うん、いつものをします。ああ忘れてたわ。飲みたりナイトでは皆様からのお便りを募集してます。メールアドレスは飲みたりナイト @gmail.com。 飲みたりはローマ字、ナイトは英語表記です。なおペイニングでも匿名で何か送れるらしいよ。いい加減なんか送ってこい。
結構な期間来てねえぞ。はい、というわけでそろそろ終わりなのでね、お送りしたのはモアイとマサヤとナルトパペットモンスターズでした的な感じで終わりましょうか。じゃあね、それでは、お送りしたのはモアイとマサヤとナルトパペットモンスターズでした。でした言ってちょうど音なんだわ。